ドゥアフザはノンアルコールの濃縮炭酸飲料である。ナッキーにより1900年代にインドのガーズイヤーバードで作られ、彼とその息子により設立されたパキスタン及びインドのハムダードラボラトリーズ社により製造されている。1948年からはインド、パキスタン及びバングラデシュで製造が始まった。特許は取られておらず、他の会社もこれらの国で、 同じレシピで製造を行っている。ユナに医学に基づいたルーアフザのレシピには、北インド、パキスタン、バングラデシュに吹く暑い夏の風であるルーの対策として、バラ等の冷感剤が含まれていると信じられている。この飲み物は一般にラマダーンの月にイフタールの際に飲まれる。シロップとして販売され、シャルバートや牛乳、アイスクリーム、 また、ファールーナ等の冷たいデザートの味付けに用いられる。ルーアフザという名前は、文化的影響を受けて考案者が名付けたと言われているが、魂をリフレッシュさせるものと訳されることがある。2009年のプロモーションに登場した女優の重皮、チャーウラー・ルーアフザのボトルルーアフザシロップで作った、シャルバート1906年、ユナに、医学の医師であるハキム・アブ・ドゥルマジードは、オールドデリーに、 自身のクリニックを開設した。翌年、彼はオールドデリーのラールクアーンにある建物でルーアフザを立ち上げた。1947年のインドパキスタン分離独立の後、兄はインドに残った一方、その弟はパキスタンに移住して、カラチの2部屋からハムダード社を起こした。2010年、料理人の2ためフはハムダードラボラトリーズ社に依頼され、 ルーアフザを用いた新しいノンアルコールカクテルとデザートのレシピを開発し新しいキャンペーンに用いられた。オリジナルの材料は以下のものが含まれている。ルーアフザのシロップは通常冷たい牛乳と氷と混ぜて飲む。西洋で最も近い代替物はストロベリーミルクである。ラマダン期間にイフタ、ルの一部として提供されることが多い。また、水で薄めることもあり。 インドの暑い夏によく飲まれる。水と混ぜた場合はシャルバートの一種になる。クルフィア・ベルミチェッリと混ぜると、イランで人気のデザートであるファールーダのインド版になる。ありがとうございます。